ということで、誰も傷つ、あ、違う、間違えた。無駄に傷つかないで済む修辞学の今回は、奇弁の魔術編ですね。えー、今回で最後ですね、奇弁の魔術編はね、最後は、えっ、ー、と、奇弁種ですね、いろんな奇弁を見ていきましょうねってことです。っていうので、えー、筆者が考えたと思われる奇弁をまあ紹介していくんですけど、ただやっていくだけじゃちょっとつまらないから、僕はね、反論意見をね、考え、 ましたそれはあの画像に書いてあります矢印の部分ですねそこは僕の考えた反応部分ですで見ていきましょうというものです一つ目まずね男は何で浮気していいかっていう男は何で浮気していいかっていうね、えー、簡単にこの理由はね浮気をするってことはね生活に変化が訪れるわけですよでこの変化を求める心っていうのは仕事に,関し仕事につ,ついてそれが発揮されるとすごく有利なのね 新しい物事や新しい企画であったり新しい仕事であったりあとは環境を変化させる環境,環境を改善するとかね改善とか作り出すっていうことの原点が原泉が変化なんですよだから、えー、そういう心があるから浮気するわけですよもし浮気を気にしてしまうと人々が浮気をしなくなってしまうとそのだけ変化を求めることもなくなるわけですよすると仕事にも仕事に対しても変化とか新しいものを作るっていうことはなくなるわけですよ 今まで同じ奥さんといるんだから会社でも何か同じ今ま,までいいようと新しいことをしないようにしようって思っちゃって結果的にうんと社会がね発展しないとか改善改良が遅れるってことはあるとだから男の人は浮気をしてもいいんだよっていう理屈ですでこの話で僕が反応するとするとまず一つはえっと現在って女性が社会に進出してますよねだから少なくともその変化を求める心が必要であるっていう理屈であれば男はなぜ浮気していいかじゃなくて まあ男は浮気してもいいし、筑田さんは女も浮気していいということになります。えー、となるし、あともう一つ言うとすると、えっ、ー、と、仕事で変化を求めるかどうかと、実生活で変化を求めるかどうかっていうのは別の話だなと思いますよ、はい。そこはモラルを持った方がいいって話でしょうね。浮気はしちゃいけないよねって思っている前提で話を進めていくえー、っていうことだと思います。 だけど、お仕事だったら変化を求めるっていう、そこはまた区別をつけてもいい,い,いんじゃないかなって私は思いますね。二つ目、露出的傾向なぜ民主的か、えー。肌を見せることですね。これが民主的である。なんでかっていうと、えー、これは露出する部分が増えると、えー、そんだけ良いところが見えるから。逆のパターンの話しましょう。えっ、ー、と、じゃあ、顔しか露出しちゃいけない国があったとしまょうよ。たださ、その人の外見で評価できる場所って顔しかないねほとんど。ほとんどね、顔しかない。だから、 顔が美しい人はあのいい思いをするし顔が美しくない人は悪い思いをするわけですよねだけどじゃあもっとこう大,ざ大げさに言って裸,の裸でいいとしよう服を着るなって言ったとしたらその人の評価軸って顔もあるけどただ体つきであったりお腹であったり胸であったり足であったり背中であったりって評価軸が増えるのよだから露出が少ない顔だけ露出していくんだったら顔が美しい人は勝ち,勝ちっていうかね有利顔が美しい人は不利だったんだけど あの何だろうな服を着ちゃいけない国があったとしたら顔が美しい人は顔が美しくて褒められていい思いをするしで顔がもし見にくくても足が綺麗だったらそこで評価されるかもしれないね足が綺麗だねお姉さんみたいなさお兄さんとかさ筋肉が美しいねとかそれ評価されるわけよ評価される場所が、えー、と評価されるチャンスが増えるっていうことはそんだけいろんな人に対してチャンスがあるわけよこれは民主的なんじゃないのっていうそういう意見ですね公平、えー、に見られるわけですよ っていう話なんですけどもじゃあ私がもし、えー、反論するとするとねえー、っと最近は昔は知らんけど最近はさファッションの対応化してるねだから決して露出をしなくてもその服装の違いとかいうものである程度個性は出せるかなと思いますあとタイトな服ってあるじゃないですか服をえー、っと露出しなくても結構ピチピチッとしたボディーサイズのね服を着ることで胸とか足とかね筋肉とかそういったものが強調されるわけであるから必ずしも露出する必要はないかなと僕は思ってます この頃ね、露出すすごいい激しく新しいですよ。1970年代の本なんですけど1960年代になんてねモノキニっていうのがいうね服が現れたんだってモノキニっていうのは今調べるとモノキニっていうのはビフィなんだけども1枚できてるの1枚で胸も隠すし下半身の腰のあたりも隠すそれが1枚の布でできてると分離しないというものなんですけど60年代のモノキニっていうのはもう本当に1枚の布なんだけど上半身を隠さないんですよ。上半身裸なんですよ っていうものっていうのがもの金として現れたと。だけども、さすがに皆さん恥ずかしかったのかな。あんま売れなかったらしいですね。でもそれぐらい露出的傾向っていうのが一つ方向性として現れた時代ではあったんですよ。60年代とかにはね。で、これはその10年後なんだけどさ。でもそういう傾向が出てきてるっていうのは一つポイントではあったのかなと思いますね。一つポイントではね。うん。え三、ー、つ目。新潟県人はなぜ首相に適さないか。 えと簡単に言うとね、新潟県人とは働き者っていう、あのー、イメージがあるのって。で、もしリーダーが働き者だったら、その人が決まりを作るわけだから、働き者じゃない他の県民の人たちもその働き者のルールで合わせなきゃいけない、ね、だよ。から辛いじゃん。今以上に働かなきゃいけないのよ。もしかしたら週7日働くとかね。それ嫌じゃんって。だから新潟県民は首相にならない方がいいんだよっていう話。えー、なんだけど、じゃあ私反応するとするとこれは、えっ、ー、と、今更県民性が出る時代でもないでしょと。みんな引っ越したりするんだからさ。 うん、っていう話だし僕はもう県民性ってあんま信じてないんで。えー、っていうのとあとは首相の県民性ってそんなにさ反映されるっていう話なんですよ。確かに首相って結構でかい存在だから影響は出るんだけどもでも政治ってさ首相だけが行うわけじゃないじゃないですか他の人の力もあるわけだからそういうのが総合して現れるもんだから。 えと首相が新潟県民であるイコール働き者、えー、でなければやっていけない世界とかね、えー、全くもってその働き者向けのさその休みがなくなるとかそういうことはないと僕は思っているんですよねだから僕はこれは実は違うんじゃないかなって思っていますうんそんなもんかなで4つ目から次はプロ野球はなぜピッチャーゴロフィーゴルで走らなくているか これに関しては、ね、どんな意見があるかというと、ねえっとね、あのピッチャーゴロで、ね、走ろうが、ね、歩こうが、ね、あんま、ね、試合には関係ないんだよと、うんえー。つうか、ね、あのプ,プロは、ね、ピッチャーゴロとか話なんですよそういうくだらないミスはするのて話んです。くだらないミスはしないで他で点数取れと。そこで本気を出して点数にほ,どほ,とほとんど影響しないピッチャーゴロなんかあったら走るなと。歩いていいなと。点数を出るところで頑張れと。 いう話であります私はこれ反応するとするとそのね一見ほとんど影響がないそのフィチーチャーゴロから何とかするぞっていうね何とか走っても歩いてもその結果出ないよっていうところをそこすらもきっちりと詰めてあの勝負するからこそプロなんじゃないのって思います。 陸上選手だったら1000分の1秒とかじゃないですかその1000分の1秒なんてさ結果関係あんまり変わりないよって言っちゃえばおしまいな話ですよそこを詰めるからプロなわけであってだから野球選手としてもちょっとでも1%でも0.1%でも結果に反映されるんだったらそれは走るよっていうのがプロなんじゃないかなと思いますえと5つ目この手はなぜ赤ん坊をは運ぶと思うか一見紹介してるんですよ人間の子供なんだから人間が産むに決まってるじゃないですか鳥がなんで子供を運んでくるんだよってねえ おかしいいじゃないで,すかでもさえっ、ー、と多くの人はコの鳥トリが運んでくるって信じてんじゃないのっていう説なんですよ。でこれは何かっていうともし本当に人が人を産むのではなくうむって思ってるんだったら中絶はこんな多くないって話なんですよ。だってさ性行為をしたら子供が生まれるって分かってんだったらさしないじゃんで欲しくないんだったらさでもさ中絶するってことはさおかしいじゃん。 わからないからそういうことでしょだから生まれるでしょ生まれるっていうかさ、できてさ、妊娠して、あとやばい、中絶するってなんじゃないの本当に大人だったらさ、あこんなことしたら中絶あの、妊娠しちゃうんだから、成、え、功、ー、はしないようにしようねとかさ、そういう決断をするわけだってさ、それは正常な判断じゃないですか。意味わかんないじゃないですか。え欲しくはないけど、あの、欲しくはない、子供欲しくはないんだけども成功してで、中絶するってさ、わけわかんないですよね。ということは、 中絶スはこんなに多いということはつまり子供から人間から子供が生まれる人間の子供が生まれるっていうことを理解しないんじゃないのっていう結論になるわけですよ。なるほどと、えー。という話ですね。僕は反応するとしたらいやでもさまず誰かがルフしたあけたい、ね、その噂わさをねこの鳥が赤ちゃんを運んでくるんだよってさいう話だとは思うんだけどでもさこれって人の命がかかってるわけですよ。人の生命の誕生とかですよ。 だからさ、んとこれを、あのー、大真面目にさ信じるように噂を流すことなんてしないと思うんですよ。で全員が全員信じるわけじゃなくてやっぱり1割2割3割4割5割ぐらいとか信じるわけじゃないですかあのそんなこと信じないわけじゃないですか人間が人間を産むんだよって。でみんな良識があると思うんで、えーあのー、そういう噂が流れたら違うよって人は人から生まれるんだ。鳥は運ばないんだ。 みんなこれは人の意志がかかっていることなんだからそれは覚えてくれって本気で言うと思うんですよね。うん、だからそんなね訳の分からない噂がね広まることはないと僕は思っています。思います。2く間僕だったらそう思います。みんながそういう鳥が運んでくるんだよってマジで信じててで僕はえっとこと人間から人間が生まれることを分かっていたらそんなことはないんだって僕は否定します。はい、ちゃんと証拠出せって言います。だからね本気で思ってるんじゃなくて本当に 人間から人間が生まれることは分かってるんだけどもだけどもやっぱり快楽が好きだから、えー、と中絶ということになっちゃうんじゃないですかあの,ちゅうの意識もしないで妊娠させてねっていうことなんじゃないかな <laughs> 6つ目、えー、水の犠牲者がおっと水の犠牲者が何でもっと多い方がいいかって話しますこれは何でかというとえっ、ー、とただプールとかでさ泳ぎが上手い人っているじゃないですか,かそれで いいじゃんって人は言うよねあの。わざわざ危ない川とか海に行く必要ないよねって思うでしょうでも違うんだと。本当の川とか海での命を奪われるかもしれないな命を落とすかもしれないなっていう危険に遭遇してその上でじゃあこの水の流れは危ないなとかこの川の流れの感じだったら水が深くて溺れちゃうだろうなっていうことを感じ取るそういうことが必要だしその勘とかね経験っていうものは他にも生きてくるんだと。だから本当の危機には遭遇した方がいいんだよって。 いいう理屈みたいですでなるほどなという思うかもしれないですけど僕は反論,するとす反論するとしたらその危険性をね味わうとか学ぶっていうのは大事なことなんだけども別に水で,、ま、水で学ぶ必要なくねっていう他のことでもいいじゃんこの記事の人は水の危険水でなんだろうなその川とか海に行って泳ぐことでの、えー、感じた危険というものは他でも応用できるって言ってるんだよで僕はですけど多分水 プロじゃなくても山でも同じような危険は味わえると思うしもうそれが安全とは言わないよ危ないんですけどただから自分の好きな風な分野でちょっと危険なことを味わってみてもいいんじゃないかなって思います別に水にこだわる必要はないですよね一つ言うたらねこの人は別に水にこだわってはいないのかもしれないけどうんでそうだねともう一つ言うとしたらまあ確かに危機管理能力を学ぶっていうのは大事なことなんだけどもでも犠牲者がもっと多い方がいいというふうには僕はならないと思いますやっぱり人は死なない方がいいからうん いや人によってはね、そういう多少の犠牲があっても、あのなんだろうな、そういう多少の犠牲はあっても、みんな聞き金のよを学んだ方がいいんだっていう人はいるかもしれないけど、僕はそこまでは思わないかなと思います。7番目、人間のモラルはなぜ2種類あるか。これ簡単な話です。えー、立場は2種類あるから。お金持ちの立場、お金持ちの立場とかがそういう風に立場が2種類あるから、人間のモラルっては2種類あるんだよっていう理屈です。1種類じゃないっていうのはそういうことね。 じゃあ、これ反応するとしたら、じゃあさ、立場を一つに、一つの立場で見れば、人間という立場で見れば、人間のモラルは一個になるし、えーと、じゃあ人間の種類を100個に分類したら、それは100通りのモラルが現れる。決して2種類のモラルが、あのー、2種類しかモラルがないわけではないよねっていう、そういう反論はできるかなと思います。単純な視点の違いですよ視点の違い。2種類のモラルがあるって言ってる人は、人間2種類のに分けて見てるわけだし、1種類しかないって思ってる人は、1種類の で見てるわけだし、50種類あると思っている人は人間を50種類の,あの視点に分けて見てるだけの話であると。えー、で、8つ目か、8つ目はね、1月まではなぜ親服になるかって話ですね。えっ、ー、と、これはねあの、簡単に、あ、これは理由はね、1月自体忙しかったり、えー、するので、あのなんだ、忙しかったりするので、えー 産むのは適さないんですよでだけどそこで産んでしまう、産まれてしまうっていうことは親の計算ミスであるし、えー、そういった親のもとで生まれてきたり、えー、もしくはあのそういう予想しなかったんだけど産まれちゃったなっていう子供に関しては、あんまり愛情を受けなかったりすると。そういった害を子供が受けて、結局子供がグレてしまって親、親に対してあんまりこう、ありがとうとかね、そういうとか、あとはこう、好意を生んだわけじゃ好意を。どっちかというと憎しみとか嫌いの気持ちを持つようになるなと。だから親子になる確率が高いんだっていう意見。 たんですけどもね、僕が話すとしたら、えっとね、1月生まれとろうが何だろうかさ、子供が生まれたら親は子供を大事にすると思うんですよ、家族だから。だからそれはまず、親不孝になるかって言うとならないと思いますある程度大事にするから。確率的には多いってた多いのかな、でも。例えば、2人いて、1人が1月、1人が3月とかあったら、3月のこう買いがちのがあるかもしれない。1月は忙しいからね。でもあるかもしれないんだけどさ。 1>, その1月は誕生日があるのに3月の子の方が時間が空いてるから3月の子の方がちょっと大事に誕生日やっちゃうんだっていうのはあるかもしれないけどもねうんどうかなでも一人っ子だったらさ比べようがないからさ1月生まれの子はさ1月で大事にされると思うんだよ比べる要素がないからねあんまりでもそっか同級生とかあったらあんのかうんこれは難しい話だねでも自分の子供である以上ねその親父に つながるようなほどねひどい扱いはねしないと思うんですよねだって人一人だからね他のことが忙しいって言ってもさやっぱり自分のことも大事にするじゃんと思うんだけどねまあでも比較的には親くなりやすいっていう意見はあるかもしれないあるかもしれないけどうんだとしてもねそのなんか育児しづらい時期っていう理由で あのー、子供に悪影響が及ぶようなね育て方をする親だったらそれは親の育て方良くないですよやっぱり甘,甘いよ手抜いてるよそれは子供もグレるよってだから1月生まれの子供が親子になるんじゃなくて1月に子供を産むような親そしてそれでこうなんだろうな悪影響を与えるようなね悪影響を感じさせるような、えー、子供にが感じちゃうようなね育て方をする親であればそれは子供をもグレるよねって話です。 つまり1月前である必要ないんですよ。6月前だろうが5月前だろうが、そういう育て方をする親だったら子供がグれるよって話です。だと思います。論点は僕はそこだと思います。3月、1月止までじゃなくて、そういう親に問題があると。で、8つ目か次は。8つ目は、え、ここの詰めかついに。ここの詰めは、ここの詰めは、週刊誌はなんで定続でいいかって話。これはね、えっと、週刊誌はね、どこで読むかって言ったらさ、なんかさ、なんか、 お仕事が終わって、えー、コーヒーを飲みながら読むとか、そういう本じゃないんだよね。お昼ご飯食べてリラックスして読むとか、そういうリラックスして読む本じゃないんですよ。満員電車の中とか、忙しい中で読むんだよね。つまり、現実逃避なんですよ。この忙しい日常から抜け出して、ギャンブルの話とか、そういうなんかスキャンダルとかね、話とか、あとはいやらしい話とか。 そういう話、お金持ち儲けの話とかね、そういうのを聞いてなんか現実逃避したいっていう本なんだと。だから、現実逃避を持っていたんだから、から交渉やる必要はないんですよ。だって交渉ない話なんて世の中にいからでも転がってるんですよ。仕事をしてる以上ね。そうじゃなくても、低俗の話を見たいんだ。だから、低俗の話を見たかったんだから、低俗の話をしていいじゃん。だか、ら週刊誌は低俗の方がいいんだ。っていう意見です。で、僕はね、これ反論するとしてらね、これはね、当時はいいと思います70年代当時はそういうのがいいと思うんだけど、最近は、その、 視聴者とか消費者っていうのは、本を買ってみるね、週刊誌を読む人っていうのは、ただ読んでおるじゃなくて、僕みたいに、なんかさ、動画で喋ったりするわけですよ。そういう発信側に回りやすかったわけじゃん。YouTube とかさ、なんや、Twitter とかもさ。だから、低俗な週刊誌を作って、それに感化された人間が低俗なことを真似する可能性があるんですよ。たださ、世の中って良くないじゃん。悪影響じゃないですか。そういうことが、まかりとるとね、今でも YouTuber とかさ、そう悪いこと、悪いこと、迷惑なことをどうする人って、一定数いるじゃないですか、いたじゃないですか。 そういうのはマネするのって、つかんからずそういう低俗なメディアとか低、低俗なんだ雑誌があるからと思うんです。小学校とかでもさ、なんかテレビ番組の真似してさ、人を叩いたりする人も言ってるじゃないですか。かそういう感じのことが生まれるから、だから、少なくとも現代においては、そういう低俗な週刊誌はない方がいいと思いますよ。っていう話です。真似するから、みんな。で、えー、10個目かな。10 10個,目 10, 個目か10個目はね、民主主義はなぜ優れてるかっていう話。これはね、理由で言うと、選んだのは自分自身だから文句は言えないっていう。えー、っと、例えば、すごい優秀な首相とかが現れても、それを自分たちが選んでなかったら、みんな上げ足りをするんですよ。俺自分で選んでねえしって。あの人、俺たちが選んだわけじゃないし。で、こういう、こういうミスをしたと。だから俺は許さないと、かやめろとかいうわけだ。でも、逆に自分たちが選んだんだったら、どんなにクズでも、でも俺たちに責任あるよね。 っって言って言そんなに文句言わないはずなんですよ文句言わないような構図になると思いますよ。うん。まあ、少なくともその、じゃあ、なんだ、10票あって、6票、4票で、多数派の、ね、首相決まりました。で、4票を投じた人は、俺たち選んでないからって言って、反応出すかもしれないんだけど、まあ、それは一部の人ですよね。本当にね。基本的には、政治が悪くても、俺たち選んだからねつってって、それで終わると思います。だから、民主主義なん、民主主義の方がいいんだって、無理いいんだ、文句言わないからって。 で僕はこれ反論するんだとしたらね、それはね内閣支持率ってありますよね。あれが過半数割れしていても、していても即代替わりしないとかいうような構造であれば、それは選んでないようなもんじゃないのっていう。過半数割れしてるってことは、もしかすると、ね、場合によってはね、場合によっては過半数の人は今の首相じゃなくて他の人がいいって思ってるわけなんだよ。でもそれ反映されてないんだよ。ってことはさ、さ過半数人も文句言うと思うんで、早く変われみたいな、早くやめろって言うと思うんだよ。その早早くくやめろ早く変われって って言ってっっる状況ってあの民主主義じゃなくて誰も選んでない首相がなっていてみんながやめろ変われって言ってうのとあんま状況変わんないと思うんですよねだから場合によっては民主主義の方がいいかっていうと別にそんな変わんないんじゃないのとは僕は思いますねまあ今の投票率が見たらそうだけどねみんなあんま興味ないんだからさどっちにしろってもくどっちにしろって文句言うと思うんだけどうんみんながちゃんと参加するんだったら優れてると思いますよでもねどうかね民主主義自体を利用しようとしない えー、国民性かな日本の場合は。うん、で11個目これ、ね、女の人はなんで脳の働きが弱いかっていうね、あのなんでっていうかさ、なんかまあ、言ってみれば女の人は脳の働きが弱いっていう、えー、論,の論ですよ、うんで。この理由は何かっていうと、例えばさ、駅前の切符売り場とかでもさ、切符ってすんごいさ、ただ出すだけなのにさ、それ機械化されてたらさ、すごく複雑な。 構造で僕のような素人とかさそういう機械とかに詳しくない人だったらあの作れないじゃないですかねパッと作れるもんじゃないじゃないですかだというのに、えー、女性っていうのはもう一人一人ね赤ちゃんまで産んじゃうんだよすごいじゃないですか切符なんてもんですら仕組みわかんないのに人間の赤ちゃんってもっと仕組みわかんないよでもそれを作っちゃうんだよすごいじゃんそれを作るってことはそれだけのエネルギーが進まないわけよ でそんだけのエネルギーを使うっていうことは、そんだけ食べたものとかの栄養はそっちに行くわけよ。子供を作るような器官のエネルギーにね。脳には行かないわけよ。だから、それは男の人と比べたら、子供を作る器官にエネルギーを使うわけだから、脳に栄養がいかなくて、結果脳は弱くなるよね。っていう理屈。で、で僕反応するとしたらね、うんと、いやでもさ、人間なんだからさ、脳に栄養がかなかったら、その分栄養補給するんじゃないのいっぱい食べたりなんかして。と思うんですよね。男性と女性が一定量のエネルギーを取って、 で女性だけ子供の,の作る期間の方にエネルギー集中して頭の方にエネルギーがあんまりいかないってことはないと思うんです体内,体内で足りないなと思ったら多分その分摂取すると思うんでねそんな頭の働きが弱いことはないんじゃないかなと僕は思いますで12個目はね公務員は何、ね、で働かないかっていう論なんですでこれのね、えー、と理屈はねえっ、ー、と世の中には一の生きもがいますと で,でも怠け者に無理やり民間企業で働かせると働かないしちょっと行ってもらっても、うん、ときついと。ね。利益出ないからね。だからといって野放しにして無職にしてるとそれはそれであのたとえ民間企業に入って組み合わせたりしたして、ね、無職になった状態だと多分悪いことをしてお金を稼ぐことすると。 だからといって生活保護とかを与えたとしても、逆にそらせはまたなまた変に怠けて遊んだりする可能性もあるということで、人間は何かしら働かせる必要があると。で民間企業だったら利益が出ない奴らが働くと。怠け者だからね。ということで、その怠け者たちを一気に公務員で役所とかに押し込んで、そこで適当な仕事を与えてダ、ラダ,ラダラダラダラ働かせると。そうすることで余計な事件が起きないようにしてるんだよって。だからえ、公務員は働かないんだよっていう。怠け者を収容する施設だからねっていう、そういう意見です。 反論するとしたはね、やっぱ最近は公務員に忙しいらしいですね。うん。で、まあ本当に生き物だったらそう、仕事を与えるからやってくださいって言われても、いや、いいっす、やんないっすみたいな生活保護を受けますってなると思うんで、えっとね、実はね、公務員ってね、働かないけど、生き物ではない気がするんですよね。あの、本物の生き物ではないと思います。本物では。と思うな。と思うが、やっぱ生活保護もやっぱりつ、あの、新鮮に寝る、新鮮にエネルギー使うからね。 それが面倒くさいって言ってて言になるのかもしななないななんかそういう長期的には生活保護の方が楽なんだけどもそこまで考えるのもめんどくさいと思ってる人なのかもしれない分かんないけどねっていう感じでまともに入りますで最後にこれ何が言いいか言いかっていうとね気弁っていうのはね、まあ、言ってみたらごまかしの意思なんですよ、うん、だけど今回はその気弁がいいこととも言ってないし悪いこととも言いたいんですよ それは何でかっていうと、奇弁っていうのはね、その前のなてだっけ、反論理的思考の進めっていうのでもやったんですけど、他の動画でね、プレイレースにありますから、あの論理学のやつで、論理学のプレイレースに入ってるんですけど、あの、人間は言葉を使う以上、どうしても自分の感情が入っちゃうんですよ。最初の方にも言ったんですけど、例えばその、男女っていう言葉がありますよね。で、あれはさ、こう、言葉にすると男女男の人が先に来るわけよ。でも、だからといって別に男の人が優れてるってわけじゃないじゃないですか。ね じゃあ後編に言おうと思っても無理なんですよ。だ冗談って言ったらさ女性が先に来るよね。でもだからといって今度は女性が優れてるのとか思っちゃったりする人もいる,いるわけじゃないですか。でも男と女性をさ言葉に表した時に一気にパッと同時期に出すことはできないの、ね、よ。という感じで言葉にするとその前後が生まれたりうんと間の使い方とかための使い方とか声の抑揚とかでどうしても書いてある文字とか伝えたい言葉以上に自分の主観とかさ意思とかが入っちゃうの、ね、よ。 だから、どんなに機弁を使いたくなくても人間ってある程度意思の,の入ったごまかしの言葉を使っちゃってるわけなんですよだから機弁は否定できないだからこそだからこそた、あのー、そこには向き合い必要がある機弁があるってことにはね機弁を排除はできない向き合う必要があるプラス機弁を見ることでこれはどう思ちゃってるんだここはごまかしであるっていうのを見つけることができる で、こうすることで、正しい論理数を見つけることができるわけですよ。論理的にここは違うよって考える、考えるトレーニングになるわけだから。だから、良いこととも言えないし、悪いこととも言えないよねっていうわけなんです。で、だから、あの、詭弁っていうのはね、なんだろうな。その。どうすればいいかってやってくると。善悪がどうとかね、そういう話じゃなくて。 大事なことがあって何かっていうとじゃあ何かそのごまかしっぽいことがあった時にどこが気弁なのってどこの部分が奇弁なのってそしてその奇弁は許されるものなの許さないものなのっていうこれはなんかって許される気弁って言ったらこれはなんかこう人間がねしゃべる以上これぐらいのごまかしで出,て出ちゃうよねっていうような気弁なのかそれとはもはっきり言うさとかとかねとかねそういうなんか許されるような仕方ないで出てちゃう気弁なのかとかあとはその 最初,本や最初の本やりましたけど、のどのようなネクタイをつけてきても、靴を履いてきても、褒めるような気面ね、人を喜ばせる、都合の悪いことは言わないっていうさ、別に悪いことじゃないと思うんですよ、僕は。そういう気面なのか、許されるものなのか、それとも、人を騙したり、人を悲しませたり、騙しした人を悲しませたりね、人を怒らせたりあのするようなね、そういった、まあ、されない気面なのかっていうことの区別ができるかっていうのが大事だなと思います。って書いてある。 そういったトレーニングをこれからも皆さんしていきましょうねというお話ではあります。すね、どこが気弁で、どうが許される気弁で許される気弁か。許されない気弁だったらきっと僕たちは、じゃあそここは違うから今度はこういうふうに言うと思いますよ、言うといいと思いますよということを伝える必要があると思います。それがまあ今回、こう見てきた中で我々がうーん目標としてすることなのかなと思いますね。っていう感じです。 これが、えー、奇弁と魔術という、えー、修理学のテキストを使った解説でした。えー、次回も、これからもまたそう似たようなことをすると思うんでね、そしたらまた見ていただけると幸いです。本日はまた今度。